もうちょっとじゃあいよいよ上場準備始まったら顧問契約お願いします。あ、ぜひぜひ。かっこ本気。はい、今日も上野さんに来ていただいてます。IPO の、マーケット、新型コロナウイルスの一件でもう激変したと思うんですけど、上場者数がだいぶ減ってると思うんですけど、やっぱり上場するのは今難しくなってます。難しくなってる。特に3月、4月、5月のところについては、緊急事態宣言が出たじゃないですか。で、その緊急事態宣言の間では、上場させるのやめた方がいいんじゃないのっていうのが水面下ではかなり動いてた。5月の終わりに2社ぐらい上場承認降りてるのかな、23社降りてると思うんですけれども、あれは多分もう緊急事態宣言が外れるからっていうのがもう憶測として出たので、取引所って言っていいのかな、それとも証券会社って言っていいのかな、関係者たちねがかなりやめようね、やめないのやめようよねみたいな、その呼吸をなんかみんなで鍵取り合ってたみたいな、そんなマーケットになってましたね。なるほど。承認出そうだったのに、あ、出なかった残念っていうところはやっぱ何社もあります。何社もあります。多分ね、1回だけチャンスあるんですよ。ほう。今年は1回だけのチャンス。上場の一番の条件って増収なんですね。なるほど。増収増益ってよく言われるけど、増収なんですよ。会社の伸びって売り上げじゃない、利益の伸びってここはね、でこぼこあるんですよ。確かにしょうがない。だから絶対伸びててほしいのが売り上げなんですよね。コロナの影響っていうのが絶対的に皆さん言えるので、この3期間伸びてますっていう中の1箇所だけ落ちて、でここが戻っていればいけるんですよね。この話ができるタイミングって多分今年だけのはずなんですよ。で来年になるとこの3年の中の伸びっていうところについては、下がって上がる会社って結構難しくて、ここからここにステイするかなんですよね。その直前期で落ちました、で、もう一回こうなる、そうすると直前前期超えられないので、そうするともう伸びてるっていうことが分からないですよね。なるほど。でそれから切り取っちゃって、ここだけは下がってるよね、でも来年戻るよね、これはいけるんですよ。だからこの話っていうのは多分今年だけ、時期として今いいのは、新世紀の会社は割とそれ使えます。そう、ギリギリだから今年だけ多分ワンチャンスある。ああ、直前期と直前前期の会社で言ったらどっちが恩恵を受けやすいんですかね。直前期の会社でしょうね。おお、ほほほほほ。今上場準備をしている会社の方にも、そういうお話をされている証券会社っていうのは非常に多いですね。なるほどなるほどなるほど。もうそういうコミュニケーションが実際行われているってことですよね。そうですね。あとはマーケットですよね。マーケットが今上がってきてますけれども、このマーケットが続くのであれば、上場はしやすいのかな。今はもうにわかに、国も、解除するとなって、一時的にすごい盛り上がりと出来高ありますもんね。そうですね。今年、上場承認が下りた後に取り下げた会社が、僕の記憶だと18社、もちろんその後再承認下りた会社ももちろんあるんですけど、そこはどう見てます？なんで取り下げるんですかね。多分2つあると思ってて、1つは株価がつけられないという証券会社からの事情。証券会社は株を買い取って、それを、投資家に売らなきゃいけないので売れないんですよね、この時期だから。今は上場できませんよという形で抑えさせるのが1つ。あとは今度発表する業績、業績がどうなるのかわからない、1億の利益を出して上場しますよ、来期は2億ですよとかっていうのを発表したとしても、コロナの影響が全くわかんないじゃないですか。読めないですもんね。ってなると投資家が今度ミスするんですよね。ミスリードになっちゃうんで、それをミスリードしたまま上場させていいのっていう、これは取引所と証券会社、多分両方その考え方があると思いますけど、この部分のところで困っちゃう。もちろん考え方だったりとか、その意見いろいろもちろんあると思うんですけど、本当に発行体自らっていうのはどのくらいあるんですかね。今みたいな話を説得させられて、取り下げてくださいっていうのが多分ほとんどなはずです。向こうの方から断るってあんまりないんですよ。ないわけですもんね。稀ですよね。はい。なんで僕のアドバイスでいくと、そこを無理やり絶対生かしてくれってやって。これバキュンだな。これでもマジでやった方がいい。証券会社でも取引所の中でも意見っていうのは全員同じ一致するってことはないじゃないですかね。で何人かはやろうっていうふうに考えてくれるんです。そういう人がいる限りは諦めずに、ネゴシエーションした方がいい。まあ証券会社の中でもなんか自信持った営業マンはいますもんね。なんかコアな投資家つながってて、いや僕売れますよみたいな。そうそう、売るよっていうのって最後気合と根性の部分もやっぱあるわけですよ。証券マンのね、その気合と根性にかけてほしいんですよね。コロナの状況の中でも、上場承認が下りてる会社って出てきてるんですから、そこはね、ぜひともやってもらいたい。私自身もIPO この界隈でもうなんだかんだ10年弱ぐらい、ウォッチしてるんですけど、取り下げて3ヶ月足らずで再承認。これまでは大体やっぱ1年半とか2年とかだった記憶があるんですけど、これ結構なくないですか？あんまり。たまーにあります。たまにあるんですね。たまにある。でも本当1年に1社あるかないかですよね。元クックパッドの秋田さんが社長やってる会社と、オプト社がだいぶ株式持たれてるコマースワン社と2社が出たんですよね、短期間に。あとコパもか、コパさんですね、実演販売の。3社。裏側の話を聞いたわけじゃないけれども、想像するにある条件が設定されてるはずなんですよ。その下げる時にですね。下げる時にここをクリアしてるんだったら行きましょうね次にって話がなされているはずなんですね。その設定というのがちゃんとクリアされたんだと思うんですよね。例えば新世紀とかの会社とか直前期の会社ってなんかどういうところを留意して準備進めたらいいと思います？よく証券会社と話をするべきですね。この状況でやるのやらないのっていうのをずっとちゃんと言った方がいい。あとは何が何でもやるって言った方がいい。やる気がある人はもう絶対にやると。増収がポイントだって言ったじゃない。売上っていうのは下がったとすると、これが上がってくるのって数年かかるんですよ。感覚的には5年かかるんですよ。この増収を3つ並べなきゃいけないから。そういうことですね。5年後上場する、それとも今行ける時に行っちゃうの選択なので、てかあったら今行っちゃおうなるじゃないですか。なるほど。なんでそこはもう何が何でも行くんだ、そのためのコミュニケーションをぜひ、深くやっといた方がいいと思います。皆さん知ってましたけど詳しいっすね。改めてありがとうございます。いやいやいや、上野さんの顧問の方々はこういう上野さんセカンドオピニオン的にこういうの日々やってるわけですよね。そうですね。うちもちょっとじゃあいよいよ上場準備始まったら顧問契約お願いします。ぜひぜひ。かっこ本気。すみません、わざわざ来ていただいてお忙しいところに、ありがとうございました。またジャパンストックでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。